何のために里親をしているのか、誰のための里親なのか、別の里親の方がこの子は幸せになれるのではないか、そんなギリギリの思いをしながら歩み続けた13年、里子と共に育った泣き笑いの里親生活を語ってくださるのは、天理教米松文教会長夫人、吉永雅子先生です。皆さんこんにちは。私は福井県にある米松文教会の吉永雅子と申します。本日は私と里子の英子ちゃんとの一喜一憂した13年間をお話ししたいと思います。当時5歳の英子ちゃんを実子4人と私ども夫婦の家族みんなで育てることができるのではと期待と不安の中お預かりすることにしました。初めの3ヶ月はこちらが施設にいる英子ちゃんに面会に行くことからでした。初めて英子ちゃんに会った時、髪はとても短く男の子みたいで人懐っこくしっかりしていて一緒に暮らしていけそうだなと思いました。ふと見ると両手は霜焼けで赤黒く手の甲も腫れていて痛そうで痒そうで、今時こんなにひどい霜焼けになる子がいるのかとかわいそうに思い、うちに来たら霜焼けなんかにしないと意気がっていました。1、2週間に1回の割合で面会しました。でもこれが我が子なら毎日会いたいと思うのにと自分の心に少し隔たりがあるように感じました。平成22年4月、英子ちゃんはうちにやってきました。玄関に入ると英子ちゃんは私をお母さんと呼びました。児相からは実のお母さんがいるからおばちゃんと呼ばれると聞いていたので戸惑いましたが、この子が望むならそれでいいと思い、いいお母さんになりたい、そんな単純で純粋な思いで里親生活が始まりました。その夜から一つの布団で一緒に寝ました。家族交代で寝かしつけたり、布団の中で話をしたり、英子ちゃんはとても嬉しそうでした。朝私が抜けた後の布団の中でまどろんで、それから布団を抜け出しストーブの前でゴロゴロ、また布団に潜り込む、時間の決まりがない生活を満喫しているようかでのようでした。ただ5歳の子供が夜寝るとき誰かを持って泣くことがないことに違和感を覚え、生まれながら親と一緒にいられない子は誰かを思うという感情が薄いのかと愛おしく思えました。日中は洗濯物を畳む私の傍らで英子ちゃんと一緒にやってきたメルちゃんの髪を溶かしたり、出かけるときは車の助手席でどうして車はぶつからないのと聞くので、交通ルールを守っているからだよとか、好物の焼きそばを作っていると焼きそばって最初は白いんだねとか、ザルの中のそうめんを家族でつつくことが不思議に見えたりと、家庭の中で家族の一員を楽しんでいるかのようでした。すぐ保育園に入り、自分の知らない世界をたくさん経験し、少しずつ慣れてきた頃から自分を表現するようになりました。泣かない子だと心配しましたが、一旦泣き出すと泣き止まず、自分の思い通りにならないと1時間でも2時間でも固まります。施設からの申し送りには確かにこのことは書かれてありました。先輩の里親さんからは、預かって半年ぐらいは信頼関係を作るためにとにかく叱らないことと忠告を受けていましたが、なかなか実行できず半年は過ぎました。この頃の私には実子を4人育てた経験がありましたし、とにかく私は子育てをしていたい人でしたから、こんなことぐらい何でもない、何とかできるとおごりの心がありました。英子ちゃんは活発で負けず嫌いで一生懸命な毎日なのですが、その毎日の行動が
私の経験したことがないようなことばかり起こるので、対応に困りました。こちらの思い通りに子育てができにくくなり、児相に相談することも多くなりました。相談というよりは、愚痴を言ったり、告げ口をしているようで、そんな自分が情けなくなり、児相に行くのも躊躇するようになりました。そんな時ニュースで、里親が里子を手にかけた事件を知り、次の日の新聞には、実子のいる里親は里子を育てていく上で自分の子育ての経験が邪魔になると書かれてありました。実子と違って里子は里親委託されてからのことしか分かりませんし、里子もこの里親がどんな人なのか、信頼できるのか、優しいのか怖いのか、試し行動があってもおかしくありません。それなのに私は、英子ちゃんの性格も個性も、私をどれだけ信頼しているかも分かろうとはしませんでした。その新聞記事には、里子の睨んだ目が嫌だったとも書かれていて、英子ちゃんも自分の思いの伝わらない私をいつも睨んでいました。小学校に上がり、1、2年生の担任の先生は、定年間近のベテランの女の先生でしたが、長い教員生活の経験や生徒指導は英子ちゃんには通じず、悔しそうに泣いておられました。大変申し訳なく思いましたが、英子ちゃんと関わる中で、悔しく辛い思いをするのは私だけではないと、少しほっとした自分がいました。学校からの呼び出し、お友達、保護者への謝罪、近所の同級生とのトラブル、毎日何か起きます。どんな時も英子ちゃんは、自分は悪くないと自分の気持ちのまま行動し、相手の気持ちも考えない、先生のことも先生だとは思わない、学校を無人に走り回る。英子ちゃんはお山の大将でした。高学年にもなると、だんだん自分の思い通りにならないことを友達の中で感じ、その悔しさを私にぶつけるようになりました。私がアドバイスしても、注意しても、叱っても、これまで以上に反抗するようになり、何時間もバトルするようになりました。こんな時間の過ごし方は避けたい、せめて減らしたい。そう思っても、英子ちゃんは私と言い合いして、喧嘩している時間が私を独占できる時間で、むしろその時間を作らされているようにも思えました。その挑発に乗ってはいけない、バトルのリングに上がってはいけないと忠告も受けましたが、私もすぐ挑発に乗ってリングに上がってしまう。私自身とても嫌な気持ちになりますし、すごく落ち込みます。それを見ている家族にも嫌な思いをさせ、里親として不安になり、決していい環境でないことは分かっていました。いつもイライラしている自分自身を何とかしたいと人に相談したり、いろんな子育て講座を受講したりしましたが、なかなか改善せず、私と英子ちゃん、お互い因縁のぶつかり合いでした。親様のお言葉に、腹を立てる気まま感触は悪い、言葉一つが肝心、つく息、引く息、一つの加減で内々収まるとお聞かせいただくように、私自身の日々の通り方、言葉の出し方がこの関係を収めるのに大切なこと、また、優しい心になりなされや、人を助けなされや、癖性分を取りなされや、さらに、人間の法具を作らんようにしておくれ、と、今の自分の取るべき行動までお教えいただいていながら、私の心は闇路をさまよっていました。心と体と行動がバラバラになって、何をどうすればいいのかわからず、この子をこのまま預かっていていいのか、別の里親さんの方がこの子は幸せになれるのではないか、何のために里親しているのか、誰のための里親なのか、自己満足の里親にすらなれない私は自己嫌悪に陥りました。そんな時、ある親様の口伝を目にしました。ママ子が憎くて憎くてどんならん、
なかなか軽いリアない。恐ろしいリア。可愛い子を見捨てて先立つ親の心になってやっておくれ。親のない子は可愛がらないかんで。と。今の私はとても嫌なママ母で、恐ろしいリアとまで言われていることが深く心に刺さり、このままではいけないと不甲斐なさに涙しながら神殿でぬかづき、お詫び申し上げ懺悔しました。一緒に暮らすなら仲良くできないか、なんとか自分を変えることができないか、24時間心にかかります。その頃まだ完成していない天理教ファミリーコミュニケーションアプローチ TFA を知り、完成したらぜひ教えてほしいと藁をもすがる思いで完成を待ち、しばらくして念願の TFA の講習を受け、天理教里親連盟認定講師となることができました。この時英子ちゃんは中学2年生になっていました。そして発達障害 ADHD があることが分かり、今までのことはこの障害の影響だったのか、もう少し早く分かっていたら英子ちゃんを責めなくてもよかったかもしれないと、受診が遅れたことを後悔しました。今までのいろいろ大変な手に負えないことは、所詮子供がダダをこねているに過ぎない。そして発達障害があるので英子ちゃんのせいではないと、そう思うようにしました。縁あって神様からお預かりした英子ちゃんと暮らすため、里親としての自分の育ち直しをさせていただこうと心に誓いました。心に誓ったものの、毎日の生活が変わるわけではありませんでした。ただ一つ違ったことは、TFA を学んだことでした。毎日毎日黒いボールが投げられてくると、今までの私はそのまま黒いボールを投げ返していました。しかし TFA では、子供からいくら黒いボールを投げられても、親は白いボールをキャッチしやすいように投げ返してやらないといけない。それが今は分からなくても、大人になった時、お母さんはいつも白いボールを投げ返してくれていたな、と思える日が来ると教えていただき、子育ては長い目でじっくり構えないといけないことを学びました。私はいきなり白いボールを投げ返すことはできなくて、少しずつ少しずつ黒に白を混ぜていく努力をしました。それにはまず、心を込めたお勤めと、教えに基づいて生き方、通り方をすることに他ならないと自分に言い聞かせ、なんとかご守護をいただきたいと必死でした。高校生になり、里子に来てから初めて実のお母さんとの面会が実現しました。本当のお母さんと暮らすことが一番の幸せ、と英子ちゃんは言っていましたが、なかなか面会自体かなわず、どうして自分がこういう境遇になったのかを知りたいのに、真実が怖くて自相にも聞けず、悶々としていました。2回目の面会で、お母さんと暮らせるか?と英子ちゃんが聞くと、お母さんは、暮らせない、これからも暮らせない、と答えたそうです。涙でくしゃくしゃになった英子ちゃんを車に乗せると、これで本当に一人になった、とさらに泣くので、お母さんがいるよ。ずっといるよ。ずっとお母さんがいるから。ずっと教会で暮らせばいいから。となだめました。安心したのか、カレーライスをおかわりして食べ、部屋に戻りました。この頃から子供がダダをこねて欲求を晴らすというような行動とは違ってきて、自分の感情、どうにもならない苦しい気持ちを態度で表し、物を投げる、物を壊す、大きな音を出す、叫ぶ、とうとう壁にも大きな穴が開きました。壁が壊されて修理をどうしようかと考える前に、私は英子ちゃんの心が壊れていることに早く気がつくべきでした。英子ちゃんは生まれたばかりの孫の成長と自分の育ちを比べては嫉妬し、私が孫にかかりきりになることも面白くありませんでした。暴れることが多くなり、私にだけ暴言を吐き、罵倒し、お母さんのやっていることは偽善だ、
偽善という言葉がぴったりだ、里親なんてやめたら、というのです。もしかしたら A 子ちゃんの言っていることは当たっているのかもしれないと思いました。そして A 子ちゃんはとうとう殺意までも口にし、自死することもほのめかすまでに追い詰められていました。こちらが将来を語っても、お母さんは私が生きている体で言っていると進路のことなど話せない状態で、 A 子ちゃんのもっと自分を見てほしい、認めてほしい、愛してほしい、ここにいる、と魂の叫びが聞こえたように思います。別の里親さんには、里子は生きているだけで結構なんや、と言われ、それかの私は A 子ちゃんに何とか生きてほしいと願い、そして生きて自立させることだけを目標にしました。 A 子ちゃんは、私にはお前しかいないんやと叫ぶくらい私に依存しました。共依存してはいけないとのアドバイスや、そんなにつらいなら手放したらとの周りの声にも耳を貸さず、 A 子ちゃんを何とかしたい、私が A 子ちゃんを助けるんだと共依存していきました。どこにも出口が見つけられず途方に暮れていた時、ある方が、里親さえしなければしなくていい苦労をしているのだから、神様きっとお喜びくださっていると言ってくださいました。その言葉を聞いた瞬間、光が見え、里親をしていれば神様が応援してくださる、どんな苦労も神様が見てくださっている、里親は神様とつながっていると確信することができました。今まで無理やり信仰に結びつけようとしていましたが、その言葉のおかげで、何も変わっていない毎日なのに、一日一日を心から喜べるようになり、里親はとても尊いものだと実感しました。この春、英子ちゃんは大学生になり、無事自立しました。途中、措置解除を申し出ましたが、ありがたいことにうまくいかず、高校卒業までの委託を全うすることができました。本当に奇跡のようでありがたく、勝手な悟りですが、神様からご褒美をいただいたようでした。先輩里親さんには、これからが本当のお助けだね、と言われ、肝に銘じました。ここまでは一方的に私自身の苦しみや成人の鈍さを暴露してきましたが、英子ちゃんとはもちろん、一般家庭と同じような毎日もありましたし、少ないけれど笑顔もありました。教会に来てお勤めをして、従前の守護八つの誇りは暗記し、私たち夫婦が留守の時は新鮮もののお下げをしてくれ、月並祭前日のお掃除は信者さんと一緒に檜神をしてくれました。大教会の少年会のお勤め総会には毎年参加し、指定練成会にも参加しました。少年会、学生会、女子青年活動にも参加し、近くの教会の小敵隊として子供おじば帰りも参加させていただきました。そして17歳になった時、私の念願だった初席を運んでくれました。ここで A 子ちゃんが小学3年生の時に書いた作文を披露させてください。天理教の神様、今日天理に行きました。そして神殿でお勤めをしました。親神様の名前は天理王の御子と様です。親神様は宇宙が生まれる時に生まれ、人間を作った神様です。親神様は人間が互いに助け合い、仲良く暮らす陽気暮らしになってほしいと思っていらっしゃいます。次は親様です。親様の名前は中山美希様です。親様は人間を助けるためにダメの教えを開かれています。そして助け一条の先頭に立って私たちをお導きくだされています。だから人が病気になったりしたらお授けを取り継ぎ、苦しみがなくなるようにと願うのが互いに助け合うの意味です。
私の家も米松文教会と言います。皆さんの家とは少し違います。住宅のように部屋やキッチンはありますが、神殿という部屋があります。そこには親神様、親様、御霊様の3人の神様がいます。そして6時になるとお勤めをします。道具は拍子木、太鼓、すり金、ちゃんぽん、数取りの5つです。私がいつもやっているのはちゃんぽんか太鼓です。私にとって一番難しいのはすり金です。早く上手になりたいなと思って見ています。早く上手になりたいです。私はこの作文をことあるごとに人に自慢しています。家族にも自慢します。私が嬉しいからです。英子ちゃんのおかげでこんなにも喜ぶことができ、英子ちゃんはこんなにも私を喜ばせてくれていました。とても親孝行だったことに気がつきました。英子ちゃんが聞けば今更遅いよと言うかもしれません。これからの英子ちゃんの人生は精一杯親孝行したお得で、どんな困難があっても守っていただけるはずです。そして里親としての責任を果たさせてくれた英子ちゃんをこれからも応援したいと思っています。私がもがきながらも心を倒さず体調も崩さずここまで来れたのは、上級の奥様に長年にわたり話を聞いていただいたこと、多くの里親さんにアドバイスをいただいたこと、そして家族の支えのおかげです。英子ちゃんの13年間のすべては愛されているかの試し行動だったと思います。私にとっての13年間は神様からの試しで、どんな時もどんな中も誠真実の心で育て上げてほしいとの親心だったように思います。大学の入学式当日、おめでとう、準備できた？と LINE をしたら、できたよと返信がありました。そんなエコちゃんは霜焼けの薬を持って自立していきました。ご清聴ありがとうございました。さまざまな事情から親と暮らせない子どもたちが全国に約4万5千人います。その子どもたちに安全で安心できる温かい家庭を提供し、共に未来に向かって歩む、それが里親家庭です。私に足りなかったものを与えてくれて、何より温かい愛情で育て支えてくれたことに感謝しています。出会えてよかったです。今までずっと私のことを優しく温かく我が子のように育ててくださったことを感謝しています。お父さんお母さん、17年間育ててくれてありがとう。いつまでも元気でいてね。子供たちには全てを受け止め愛情いっぱいに寄り添ってくれる人が必要です。子供たちの未来のために里親になりませんか？天理教里親連盟。